つもり。誰がこんなハッピーエンドを想像したでしょうか。マトンになった日もありました。ピエンと泣かされた日もありました。幾千の夜を越えて全員で仲良くケケアイドルを大合唱であります。コンサート会場には若干ホラーの部分が残っていますが、何より驚きなのは能面が一番ノリノリだということ。映画の時だけいいやつになるジャイアンと同じ現象です。何はともあれ平和な日常が帰ってきました。茶々丸にっこりです。あつ森。ポケットの空きスロットは40個、このうちの1つがしょぼい闇、つまり39匹の枠があるわけですが、その39匹目をここで捕まえてきました。死闘の代償として左目の光を失いましたが、ポケットの中身を全てサソリで埋めるという前人未到の領域に達しました。あとは帰るだけです。残っているわずかな力で大地を蹴り上げ、黄色い鳥のもとへ全力疾走。吹き出して隠れている足元にただならぬ殺気を感じますが、ここまで来れば勝ち同然。8000ベル ×39 大富豪間違いなしです。あつ森。敵を知り己を知れば百戦して危うからず、中国の偉人孫子が残した言葉であります。敵の情報を調べ上げました。大事なことは勝つことではありません、負けないことです。後方には人間しか越えることができない防衛線が張ってあります。さあ、あとはおびき寄せてやってきましたが、全くもって焦ることはありません。しっかりジャンプしてかわしていく。完全に筋書き通りの展開になりました。あとは煮るなり焼くなり付近料理するだけであります。これが頭脳で戦うということです。あつ森。その太い眉毛が実にキュート。見た目もさることながら語尾のデヤンスが気になります。無性に癖になるという観点から、実はお気に入りの住民。ここはプレゼントを与えてさらに好感度を上げようという格好です。容量はギャルゲーと同じであります。果たしてお気に召すのか。かなりこれは好感触です。間髪入れずに試着に入りました。頭が殺風景だったので船乗りの帽子がいいアクセントになっています。お返しの品ですが、まさかの船乗りの帽子、ハゲとニコイチです。あつ森。ファッションが気になりますが、この辺りは触れないでおきましょう。商店の中で物々交換を行うようです。あつ森の世界ではよく起きるいわゆる C2C、 たぬき商店の意味があるのか、今後のビジネスモデルを改めて見つめ直す必要がありそうですが、ここで話しかけました。不要なものを売るようですが、一体何を売るのか。まさか先ほどもらったデニムジャケットです。 C2C2B であります。新しい流通が誕生しました。これがあつ森経済の闇です。あつ森。初見の人の 99% がその髪型に目がいってしまいます。令和の時代でいうところの行き過ぎた2ブロックといったところでしょうか。髪の一部を残して編んで背中に垂らす、中国が真の時代に流行った弁髪と言われる髪型です。大量に穴を掘るあつ森界のラーメンマン、スコップで足元をすくって出てきた住民を穴の中に落としてみせました。これには大笑いです。この怪しい行動、現実世界では職質間違いなしですが、無法地帯のあつ森だからこそ許されている感があります。あつ森。危ない人がタンバリンを握っています。すでに有罪です。コアラを少しずつ押していますが、どうやら落とし穴に落とそうというところでしょうか。明らかに怪しい跡があります。疑うことを知らないコアラ、まっすぐな瞳で頭上部のあたりをじっと見つめています。あと一歩で落とし穴に落ちますが、自分が落ちていきました。策士が策に溺れた瞬間であります。降りしきる雨の中、哀れるような瞳で弁髪を見つめていました。これが因果応報ということであります。